ダッシュ行こうぜ。どうも、武田でございます。僕でーす。ありがとうございます。ということで、来ていただきましょう、ゴロさん。試合です。今日はですね、結構恒例行事になってるんですけど、ゴロさんの 50m 測定会やってまいりました。2回目です。とうとう武田出ずして、ゴロさんだけ出すっていう。それは本当にごめん。すいません、ちょっと今足の状態が良くないので。被害者です。被害者。前は圧勝したじゃないですか。6秒19で圧勝したんですけど、今回なんと元中大の陸上部の鈴木俊平君がいるんですよ。早い子がいるみたい。4月頭ぐらいに2019年第1回の 50m 測定会があったんですけど、時その人が6秒16。やばい、もう資格が出てきた。どうだろう、出てきた。なんか噂によると、ちょっと後でもう一回聞いていきますけど、10秒56ぐらいの噂が、早いよ。はい、しっかりアップしてね。どんなもんか。どんなもんか、様子見て。はい、今日頑張ってください。すいません、本当すいません。いや、皆さん頑張ります。ありがとうございます。では行きましょう。お願いします。ダッシュで行こうぜ。いや、もうよく動画ね。選手としても知ってる。ああ、ありがとうございます。ちょっとその辺の距離感やめてもらっていいですか。今回のライバルであろう方が、ちょっと緊張します。逆に僕緊張します。頑張ってください。まあ、他にもいろんな選手いますけど、決勝で会うことを。やっぱ小沢効果でね、今日多くの挑戦者が来てますね。毎回最多を更新します。はい、前回60で今回70。僕何回出てたの？2回目は2018年の2回目。あー、なるほどね。で、今回が2019年の2回目。2回目だ。2回目です。2回目です。2回目の王になってください。あー、ちょっとこれ負けられない。決勝貯めてくださいね。アップで蹴らない。お、なるほど。アップで蹴らないと今回は。あ、そう、合わせで初めて蹴る。なるほど、なるほど。欲しいな、もう。もうちょっとで誕生日ですね、そういえば。そう、そう、6月2日誕生日なんで、お待ちします。何をよ。お待ちします。ここまで。ないから、いつもやるけど、いつもやるけど、それないから。ないです。28。マジですか？怖かった？怖かったですか？ちょっと怖かった。わー、ちょっと怖い。ハム、不甲斐ない結果。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。